ジップ意外とその日本がやっていることとは全然変わらなくて、それは一番思いました。やってることは変わらないんですけど、ただなんていうんだろうな、規模が違ったり、機材が違ったり、やってることのスケールが大きかったりするだけだと思います。明確に違うものはありますが。その規模の違いっていうのはどんなところで感じられたんですか？お金。なるほど。いや、これほど大きな作品、そして全世界公開の作品なので、今まで感じたことないような、胃の痛くなるような、ストレスはありました。ただ逃げ出したくなるようなストレスではなかったので、いや、確実に逃げ出したくなるようなストレスでしたけど、どうにかしてこの映画を、いいものにしたいなと思いながら、監督、クルー、共演者と、日々戦ってました。週5でトレーニングですね、月曜から金曜まで、たまに土曜日もみたいな感じですね。朝何時集合だ？9時から17時。まあ、でもそこで2時間分の中でやる全てのアクションを作ってから現場に入らないといけないので、その体のシーンが出すシーンが終わったその日の夜でもずっと決めてた、もうずっともうこれ飲みたい、食べたい、決めてたものがあって、その近くにタピオカ屋さんがあるんですけども、その一番大きいサイズを2個、こう持ってこう持ちながら顎で支えながら、こうやって自分で撮ってました。今日これ、もうこれ今日解禁だっつって甘い糖分とタピオカと、最高だった。最高でした。もう本当普段より全然美味しかったですね。普段も美味しくいただいてるんですけど、なんだこの飲み物はってなりました。ヒーローか。昔から憧れている方だったりとか。ようやく父親と言える日が来たかもしれませんね。初めて日本から世界と戦おうと思って出ていった人間なので、そう、まさか自分が同じ道を歩むとは思っていませんでしたし、きっと本人も思っていなかったと思うんですけど、まあ、役者始めたからには英語も喋れるんだし、いつかハリウッドっていうことを言ってたので、よかったですね、今回こういう機会をいただけて。ようやく、言えるなって。あんまり深掘りしないでください。わかりました。